たちと同じ品質の布を用意するとなると、ざっと 3,4 万ルピは欲しいですね。団長さんたちはお金を出してくれるって言ってたけど、でもお礼だからルビーたちの力でプレゼントしたいよね。もちろんですわ。さすが私の妹ですわね。スクールワイロたるもの、衣装代は自分たちで稼がないといけません。つってもよろず屋の依頼まで受けるって結構なもんだけど大丈夫か？もちろん危険な依頼ではありませんよ。アウギュステにある海の家のお手伝いをしていただきたくて。私とヨウちゃん、リコちゃんが船で海の家に必要なものを運んで、私とマリとダイヤで料理に使う食材を調達して、マルとルビーちゃんとヨシコちゃんでお掃除ずら。だからヨハネ。確かに危ない仕事じゃなさそう。でも何があるかわかんないから気をつけてね。そこはご心配なく。店には用心棒もいますし、それに私の看板を見ればあの界隈のならず者は手を出しませんから。ちょっと不安もあるけど、よろず屋が言うなら大丈夫か。おっと、もう船が出るみてえだな。チカたちをアウギュステに送った後、私たちはポートブリーズで物資の調達ね。海の家のお仕事頑張ろうね、みんな。よし、それじゃあ出発だ。全速前進、ヨウソロ。